ラグビーリーグオーストラリア代表、通称カンガルーズは1908年にオーストラリアで北部ユニオンのゲームが定着して以降シニア男子のラグビーリーグフットボール競技会においてオーストラリアを代表してきた。カンガルーズはオーストラリアンラグビーリーグによって統括される。リフ世界ランキングは1位。ラグビーリーグワールドカップの歴史において最も成功を収めたチームであり。 過去15大会すべてに出場し、11回優勝している。決勝進出を果たせなかったのは1回のみである。オーストラリアがテストマッチで敗れたことがあるは5カ国のみで、これまでの勝率は67%である。オーストラリア代表が初めて組織されたのは1908年まで遡り、これはイングランド、ニュージーランド、ウェールズに次いで4番目に古い。 オーストラリア代表チームはイギリス遠征のために初めて招集された。それ以降、カンガルーズの試合の大半はイギリスとニュージーランドとの対戦である。20世紀前半、オーストラリアの国際試合は交互に行われるイギリス及びニュージーランドへの遠征と遠征を行わない年はこれらのチームを迎えた。はじめはイギリスの実力が支配的であり、 オーストラリアは1911年11月11日までライオンズにテストマッチで勝利できなかった。オーストラリアはイギリス相手のテストシリーズでホームでは1920年、遠征先では1958年まで勝てなかった。1908年からチームの愛称はカンガ・ルーズである。当初はイギリス遠征時と後にはフランス遠征時のみに使われていたが、 1994年7月7日に公式の愛称となった。1997年には北半球最高位のクラブ競技会であるスーパーリーグでその年にプレーした選手から選ばれたスーパーリーグオーストラリア代表チームも結成された。過去にはオーストラリアの様々なリーグのクラブから代表選手が選出されていたが近年はもっぱら。 ナショナルラグビーリーグのクラブからの選手によって構成されている。ラグビーリーグワールドカップ2008でニュージーランド代表の墓に向かい合って成立するカンガルーズ。ありがとうございます。